ゆかる先生、何でございましょう。あまりの私たちのラブラブっぷりに見ていられなくなった。そんなのは外でやれ、夜にやれ、二人でやれ。あ、ここでいい加減にしなさいって叫ぶのがラブコメの基本だよ、お姉ちゃん。いえ、五七五は俳句もしくは川柳で和歌じゃないです。毎週毎週冷蔵庫見たって、そうそう新型は出ん。そうだよ、さつきちゃん。だって夢が膨らむじゃん。掃除機もいいだろ、壊れてから買えば。うちのこっち来るときリサイクルショップで1500円で買ったやつだから、いいの欲しくて。あ、ドラム式洗濯機見ようよ、1台欲しくて。20万もするドラム式買ってどうするんだ、一人暮らしなのに。すぐ家族が増えるじゃないですか。クミちゃん、君は気が早すぎる。便利そう、欲しいな、欲しいな。生まれたらパパが買ってくれるって。誰がパパか。さつきちゃん、電子レンジはいらないの？レンジはもうある。でもなんだかすごいのがいっぱいあるよ。あれ、レーザー調理だって。試した、ダメ。要するに表面の焦げつけるだけだから、バーナーで十分。私思うんだけど、調理はやっぱり道具じゃなくて勘とそれを生む経験よ。うちのボロコンロでも火力の微妙なつまみ加減とか体が覚えてるから、他のだと困る。また一丁前の口を聞くなあ。あ、でもちょっと火力強いのはいいかも。そういち、あの IH 調理器買って。そういうのを下の根も乾かないうちからってんだ。たく、どれどれ。ああ、この方ならうちにあるぞ。三口じゃなくて二口だけど。これ最新のハイパーブースト火力機能付きじゃん。プロ仕様だよ。ああ、なんかコンロ壊れたんでここ来て、このサイズで一番いいのって言ったらこれが来た。そんないいものなのか。うん、これね、多分ね、チャーハンとかもね、火をくぐらせなくても美味しくできると思う。みたいな。なら使いに来いよ、別に構わねえぜ。本当？やだ、思いっきり美味しい焼き物作るから。あ、オーソドックスにステーキとかもいいな。いや、待って、中華？やっぱり中華？揚げ物？揚げてカリッパク？麺を茹でるのもいい。生麺はうまい。おや？
ゆかりお姉ちゃん、こっちこっち。やらせてくれ。はい。いいから軽く 2,3 回試すだけでも。いや、お、ほらお姉ちゃん、ここに消費カロリーが。げ、俺の今ので30キロカロリーか。結構消費されないもんだな。
さつきので25キロカロリー、ふみちゃんので20キロカロリーか。力任せじゃなくて全身をうまく使った方がいいみたいね。リズミカルに。ほら、ここで20キロカロリーも消費しておけばもう一つパフェがいただけますよ。パフェ？そう、パフェ。やります。おお。お姉ちゃんには？お兄ちゃんにもらいなせ。ということで、お姉ちゃんお兄ちゃん頑張って。ちょっとふみつき、あんたどこ行くの？明日ゆかりお姉ちゃんはおーじゃまじゃまじゃまお邪魔虫サンバゲッチュなので、向こうの影から家政婦もしくはアキコのようにじっと見守るのだ。アキコって誰だ？サンバゲッチュも謎だね。あんたも浅知恵ね。そんなところで見張られていると分かってて、ゆったり語られるわけないじゃん。恋人同士ってのは、人前だろうが繁華街だろうがイチャイチャしてるじゃない。 2,3 分もすりゃ向こうに足たちがいるなんてこと忘れちゃいますぜ。あ、ねっき、なに言ってんのよ。私こう見えても結構デリケートなんだから、そんなの忘れるわけないじゃない。まあ別に語らうだけならねえ、総一。ああ、まあ全然構わねえけど、さつきの言うように特別なものは見られないぜ。いいからいいから、雰囲気です雰囲気。はあ、行っちゃっただな。ま、無難な世間話でもちょろっとするか。そうだね。
みつきちゃん、でもこのベンチだと向こう見えにくいね。ムフフフフ、こっちが見えてないなと油断させておいて。おいて。ピシャピシャピシャーン、盗聴器。ふみつきちゃん、そんな物騒なものをどこで。さっきの電気屋さんで大購入様すん。到達距離なんと100メートル。 FM ラジオでレシーブできる本格スパイグッズ。FM トランスミッターだね。なるほど、盗聴器ね。物は言いようだな。盗聴器の方をお姉ちゃんのカバンにくくりつけておいたのです。これで二人のスイートスイートラブカンバセーションをゲッツー。イエス、盗み聞き。でもそんな二人に悪いような、悪くないような。ゆかりお姉ちゃん嫌いじゃないでしょ、こういうの。違いますよ、お姉ちゃん。今大切なのは二人のラブであって、正義とか常識とか礼節とか、そんなものはどうでもいいのです。そうだね、そうだよね。きっと二人も許してくれるよね、二人のためだもの。そうそう。なんだか楽しくなってきたよ。レッツビギン。あ、しまった。どうしたの、ふみつきちゃん。 FM ラジオを買い忘れました。いいとこだね。そいちよく来るの？まあな、ちょっと海が見たくなったらここだ。何カッコつけてんのよ、もう。別にカッコつけてるわけじゃないさ。海が見たくなることとかないか？なことないわよ。何総一、詩人？そういうのじゃなくてさ、なんていうか、こう細かいことがごちゃ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 してきたときに、でっかい海見ると、ま、大したことねえなって思えてくるじゃねえか。へえ、総一でもそうやって煮詰まることあるんだ。ありますよ、そりゃ俺にだって。俺だって石や鉄でできたロボットじゃねえんだから。お前はないのか、そういうの。私？まああるよ。そういう時どうすんだよ。私はね、やっぱ教えない。なんだよ、もったいぶりやがって。どうせパチンコとかそんなとこだろ、不健康な。違うわよ。それに健康ならいいってもんでもないでしょ。私がトレッキングシューズ履いて山登りしてる図とか想像できる？よれいひー。無理だな。なんだよ、いいじゃねえか、教えろよ。教えない。何、私の秘密そんなに知りたいわけ？ちっ、バカ、何言ってんだよ。俺のストレス解消法の参考になるかなって思っただけだ。お前みたいなバリケードがそれでも受けるストレスを解消できるなら、どんな人間のストレスだって吹っ飛びそうじゃないか。そうかそうか。だけどね、総一、少しぐらい秘密があった方が
恋人同士ってうまくいくと思うよ。なんていうか、精神的な自分だけの空間っていうか。人の話を聞け。そんなこともあろうかと。おお、何か解決策があるのですか、ゆかりお姉ちゃん。ピシャピシャピシャー、最新携帯電話、もちろん FM ラジオ付き。おお、ナイスナイスナイセット。では早速チューニングを。周波数はいくつ？あれ説明書が、あれあれなくしちゃったかな。慌てて開けたから。あ、落としちゃったのかもしれないね。いいよいいよ、順にチューニングしていけば当たると思う。はーい。はい、これ。でも海もいいね。そういや、おじさんが漁師さんだって。そうなのよ、若い頃クジラ取ってた本物だよ。バンカラのおじさんなんだけどね、私仲良くてね、似てるんだと思う。そうか、大樹といえば捕鯨拠点だな。そうか、いいね、そりゃ貴重なコネクションだ。そうなの？うん、お前数多くの漁法を編み出した紀州の漁師といえば、世界にその名が轟いてんだぞ。なんたって文豪ヘミングウェイが紀州の漁師と勝負したいと言ったとか言わないとか。へえ、そうなんだ。なんかおじさん見直しちゃったな。うち来るといつも酔っ払って大声で歌歌って寝てる、ただの機嫌のいい人なんだけど。きっと船の上ではかっこいいんだと思うぞ。キリリと水平線を睨み、天候を読み、潮目を読み、魚群を感じる。いいね、男だね。ああ、そういえば最近おじさん海が荒れてるっていうな。ほう。荒れるって？なんだか説明しにくいんだけどね、騒がしい感じだってさ、良くない予感がするって。まあタンカーとか沈んでるしな、騒がしいのはそうだろうけど。なんかやだな、天変地異の前触れだったりしたら、地震とか津波とか。それは起きたらしょうがないな、止める手段もないし、起きた時に冷静に行動できるように備えておくぐらいしか。まあね。総一ってさ、案外粗雑なようでいて。ん？割とその辺はしっかりしてるよね。災害への備えか。ああ、アルファカマイとペットボトルはいつも準備してるぜ。まあそんなとこ、私も用意しとこかな。あ、そっか、そいつとこ行けばあるのか。バカお前、そうなったら2人分用意しとかなきゃなんないだろう。いいじゃん、用意しとけ、一家の長だと思って。なんで俺とお前が一家になってるんだよ。どっちかというと一味って感じね。泥棒かよ。ううん、唐辛子。何言ってやがんだ。
面白いでしょう。新楽さんは私が3人だけ認めてる江戸の話し家さんの一人なのだよ。おお、お姉ちゃん厳しいね。当たり前ですよ。いいですか、江戸落語の新校長は人情話なのに、これがおざなりな若手が多すぎるんです。ネタとくすぐりで笑わせるだけなら漫才でもコントでもいいわけで、話し方るもの古典落語人情話で笑わせ泣かせて一人前。しかし残念ながらこの傾向は髪型も同じ、むしろよりひどく息のいい若手がなかなか出てこず、骨董品のようなベテランに頼るばかりで、この先一体落語はどうなるのかと頭を抱え、テレビが悪い、ちょっと目が出るとすぐバラエティで消費する、テレビが悪いの。お姉ちゃん落ち着いて落ち着いて。私としたことがつい、というより落語聞いてる場合じゃないよ。ほらこうしてる間にも2人が水蜜桃のような甘会話を。そうだね。レッツチューニング。しかしいいな、漁師、男の職業だな。なに、そんなにふんどし締めたい？お前ね、漁師さん舐めちゃいけないよ。昔魚探や GPS なかった頃は人間三点測量で漁場の位置を体で覚えたらしいからな。まさに達人芸ですよ。ま、何より漁とか漁ってのは男の血が騒ぐわけさ。漁師、狩人、いいね。そんなにいいならなればいいじゃん。いや、仕事きつそうだから多分耐えられない。もう、でも私的には漁師の奥さんは嫌かな。どうしてだ？毎日のように新鮮な魚介で浜料理が作れるぞ。おじさんが長い漁に出ると寂しそうだもん、おばさん。あー、それはもうしょうがねえな、海の男はな。あ、でも帰ってくるとすっごいラブラブ。もうね、いいおっさんおばさんがイチャイチャしちゃってもう見てらんない。おばさんあれだよ、スネゲーとか披露するからね。上目遣いでイヤンイヤンとか、あの年で。あー、いやそれは失礼だな、見も知らぬ人に。だってこの間なんかあれだよ、おじさんからおばさんへの誕生日のプレゼントがね、バラブロ。バラブロ？バラブロってなんだ？バラの花びらがお風呂に散ってるんじゃない？はい？なんだ、お前のおじさんとこはベルサイユ宮殿かなんかか？てかどうやってプレゼントすんだそんなもん。おじさんがお風呂沸かして前日に買っておいたバラの花束から花びらを一枚一枚愛を込めてちぎり落として。なんてこまめな、本当に海の男か。それをまた嬉しそうに照れながら話してくれるのね。なんというか理想の夫婦じゃないか。やだよ、私言ったじゃない、イチャイチャとかするのタイプじゃないって。それで思い出したけど、俺たちこんなんでいいのか。あ、ゆかりがうまく丸め込んでくれてるといいけど。無理だな、ゆかりだからな。そうだね、どうする？どうすると言われても困るんだが、なんだ、じゃあちょびっとだけそれっぽい気分になってみる気持ちになってみたり、見なかったりしてみる予感を満喫してみたりなんかしちゃったりなんかしちゃったりして、もう。具体的には？いやだから、恋人同士になってみるわけさ。具体的には？だからだな、
恋人同士ってこういう時何してんだ。知らん。俺も知らん。突然ゾクゾクと。ティッシュある？いや、大丈夫、もう。恋愛って難しいね。海月にはまだまだ早いだす。お姉ちゃん、チャンネル変えようよ。そうだね、こっちと。あ、この曲はワールドミュージックかな。ハワイアンだね。いいですね。夕日に潮風にハワイアンぴったり。まさにリゾート気分ワイハー。いいね、ゆったりした響きで落ち着くね。ちょっと聞いてみましょうか。賛成。だからつまり気の利いたセリフなんか言っちゃうわけだ。何、愛してるとか。それだけじゃお前気が利いてないじゃないか。総一、実例実例やってみせてよ。よし。あんまり活かしててぼーっとなるなよ。ならないならない、保証する。よし。さつき、オレンジ色の宝石といえば何を思い出す。何よいきなり。そうね。オレンジ色？そういえばあんまりオレンジの宝石って見ないよね。正確にはサファイアの一種にパパラチアサファイアってオレンジ色もあるけど、あまりメジャーじゃないよな。私もそれ初めて聞いた。でもオレンジっていい色なのにね。明るくてエネルギッシュで、赤ほど激しくなくて、黄色ほどきつくもなくて。そう、きっと君に似合うと思う。だから美しいオレンジ色の宝石がもし手に入ったらプレゼントしようと思って探し求めた。ほう。ようやく今日僕は長年探し求めたそれを見つけたんだ。だけど残念なことにそれを君にプレゼントすることはできない。なぜ？そのオレンジの宝石とは夕日の映える君の瞳さ。
笑いたいなら腹の底から笑えよ。ったくもう、ちょっと自信あったのに。いや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 、グッときたよ、グッと。もうね、メロメロ、抱きついちゃったりしてもいい？やれるもんならやってみろ。あのね、総一。うん、なんだ。聞きたいことがあるんだけど、聞いてもいい？うん、ああ。総一は、この風景のどこが一番好き？ん？海か、潮風か、汽笛か、輝く明かりか、夕暮れか。いや、全部だな、全部。ブリッジ通る車の騒音まで入れて、全部揃ってこの景色だ。だから全部。なんだか総一らしいな。そうかな。私はね、たった一つ。ほう、なんだよ。こっち向いて。うん、ああ。総一。ドキッとした？バカ言ってるんじゃありません。ねえねえねえ、ドキッとした？ドキッとした？ドキッとした？してねえよ。間があった、間が。呆れて声が出なかっただけだ。鳩が豆鉄砲を食ったような顔してた。鳩が豆鉄砲を食ったんだよ。そういちダメよ、こんな簡単なのに騙されちゃ。ひどい女に引っかかってひどい目に遭うよ。いや、騙されてなんかいないさ。ドキッとしたのはお前だからだろ。ドキッとした？ねねね、ドキッとした？ドキッとした？ドキッとした？してないわよ。間があった、間が。呆れて言葉が出なかっただけ。あんたたちの神経の図太さには呆れるわ。何の音沙汰もないから見に行ったらガースか寝てるし。だってだって、適度な疲れにハマイアンが、ハマイアンが気持ちよかったね。ゆかりも、そのどこでもカーカー寝るのを気をつけなさいよ、危ないわよ。まあまあいいじゃないか、二人とも育ち盛りなんだ。育ち盛り、もう十分だって。
ところは解散ってことで。クミ、これからどうする？お姉ちゃん？ん？何？頼んでおいて寝ちゃって恐縮ではあるのですが、なんだか今一つ納得が。もういいでしょ。だってもう、ねえ総一、ヨットハーバーの中ひどかったよね。ああ、ひどかった。火が出た、火が。ちゃんと見てないあんたが悪い。はい、今日は解散。でも、ねえゆかりお姉ちゃん。はい。私はなんとなくラブラブが足りないよ。自分から解散とか言い出すし、恋人同士だったら私とゆかりお姉ちゃんが二人で引っぺがすような感じだよね。放っておくといつまでもくっついてそうだから無理無理に。まあ、ムンちゃんの気持ちもわからなくはないが、ラブラブというのは人それぞれカップルそれぞれで違うものであってだな。そもそも何をもってしてラブラブというのか、それは国会でも議論の分かれるところで。まあそうなのかな。まあいいや、また明日も見せつけてもらおう。こんなことすんの？もうすっきりしない。フミ、あんた何、どうやったら信じてくれるわけ？何でもいいから言ってごらんなさいよ。お姉ちゃんガツンと一発やってあげる。じゃあガツンとぶっちゅうされれば、こりゃもう信じるほかありませんな。そうだよ。さすがにお兄ちゃん恥ずかしい。じゃあゆかりお姉ちゃん目をつぶってて。はい、お姉ちゃんとお兄ちゃんの恋路を邪魔しない。こと言ったってなあ、サツキ。あった。は？キスしてみせりゃ気が済むのね。あった。やってやろうじゃないの。ちょっと待って、落ち着け、サツキ。はい、こっち。目を閉じろ。なんでそんな脅迫口調なんだ。うるさい。
ふみちゃん。えへへ。総一、ちょっ、もういいだろ、サツキ。どの辺からバレてた？最初から。だって、二人はすごく仲のいい友達同士にしか見えなかったよ。恋人同士にありそうな恥じらいとか、意味もなく見つめる視線とか、そういうの全然なかったもん。最初からって、あんた私たちを騙してたの？騙したのはお姉ちゃんだよ。ふみつきちゃんはお姉ちゃんが楽しくやってるかどうか知りたかったんだよね。あ、はい、そうです。まさかこんな一生懸命お芝居するなんて、お姉ちゃんそんなことするなんて思わなかったので、面白くてつい調子に乗っちゃって。お兄ちゃんごめんなさい。そうか、まあいいさ、俺は全然。それよりお姉ちゃんはこうしてバカな友達と楽しくこっちの生活を満喫している、それはオーケー？そうだね。でもちょっとドキドキしたよ、総一くん。バカ、俺が一番ドキドキしたっての。さっきのサツキの顔見てたか？食い殺されるんじゃないかと思ったぜ。お前、実の恋人ができてもキス前の表情ちょっと考えとけよ、サツ。ゆかん、ゆかり、ふみを連れて逃げろ。ゆらさん、いいから逃げろ。そこで二人手に手を取ってても何も始まらん。ひ、人のふわふわふわっとキスをなんじゃと思っちゃるかい。ま、待て待て、サツキ、未遂で終わったんだ。まだ大丈夫、まだ大丈夫だから。物理的な問題じゃない、精神的な問題だ。心臓壊れるかと思ったぞ。お前らしくもね、何必要以上に乙女になってんだよ。しかもよりにもよってこんなアホと。アホで悪かったな。もう最悪、こんなアホとちょっとドキドキしたなんて。失礼なやつだ。やろうとしたのはお前からだろ。でもさつきちゃんの
気持ちもわかるよ。ファーストキスがワーストキスになるところだったね。ゆかりお姉ちゃんに座布団一枚。君ら、こんな不死だらな男に大切な唇をくれてやろうなんて思った自分も許せない。不死だらとはなんだ。不死だらとは俺だって。お前、今のがファーストキスですよ。余計いや。しっけえな。なんだそこ二人も。それは嘘でしょうって顔で俺を見るな。それは嘘でしょう。ノーコメンツ。わーった。総一、あんた今日から私の彼氏。は？